このコーナーは、お笑い芸人のチェスト越前 AP が、秋田市中心市街地を盛り上げるため、街で頑張る様々な人に出会う、街ブラバラエティ。今回も、秋田オーパ5階の特設会場で開催されている展覧会、スケスケ展からお送りします。すごいね、ハソリとかも。すごいすごい。すごい、あーすごいね。うわ、タランチュラもいるし。タランチュラ、はい、うわうわすげえ。あ、面白い。怖い、もう。すごいね。これギャッて言うと必ず皆さん。あ、タランチュラ。こっちはあれですか、なんか。タランチュラ。すごいすごい。こっちは最強生物を決めるみたいな。ちょっと、ゾーンになってます、これ。スケスケ最強生物ね。はい、できます。つけなくても。強いけども、透けて強いの誰だみたいな。うわーすごい、うわーすごい、バナナもすごいですね。サメとかも、素敵、こんな感じなんだ。これいいなー、面白い。あ、エイもいるんだ。はい、お魚。あらー、エイと恐竜。すごい。あ、ギャグ、気がつかなかった。ちょっと待って、そんなに面白くはない。でそっち撮ってないからね、そもそも。そうそう、音の世界とか、ただの事故でした。気づかなかった。どれ一番強いんだろうな。いや、ゴリラの筋肉すごくないですか、やっぱり。あ、すげえ、うん、すごいね。本当だ、ムキムキです。ここってこんなになってた？すごい太い。こんなに太かったっけ？ポパイみたいな。うん、ああ。やっぱ骨が丈夫なので、その周りにも筋肉が。すごいな。骨の太さがすごいですよね。いや、ゴリラ、これは強いわ。これ強いわ。走っていったらやっぱトラよりゴリラの方が強い。強いかもしれないね。これでガッカー行かれたら。ただこっちも毒あるから、うん、ただ水の中だったらこっちも強いしな、うん、そうだね、どれだ強いよね、どれだ、どれだ、全部強いよね、どれだ、ひろきくん一番強いから大丈夫。いや、うん、そうだね、うん、強い、うん、で、まあゴリラと言ったらちょっとそっちにも、あ、ゴリラだ、あ、本当だ、え、こんなんだ、はい、そうだ、ちょっとクイズになってる、すごい、骨が、はい、見える、これありまして、おお、あ、面白い、わあ、すごいすごい、わあ、すごい、あ、やっぱ骨が太いですね、おお、消えた、あ、ミラーは骨折とかしないだろうな、いや、あんま聞いたことないよね、ゴリラの骨折、ゴリラの骨折、ゴリラこうやってるとこあんまり、あんま見たことないよね。なんで整形外科行ったの。こちらがちょっとお勉強になったりとか、クイズ形式になったりとか、すごい、はい、これはすごい、はい、そちらの方にすごい、うん、あ、これなんか泣いてる、イエース、泣いてるよ、イエース、これは何ですか、イエース、あ、鳥、はい、あ、ワシだ、ワシ、はい、世界最強のワシ、世界最強のワシ、はい、あれ、これなんか若松君の鳴き声と似てる、イエース、チーズ、チーズ、急に泣かなくなったこっち、本家泣かなくなった、警戒してる、あ、でも骨すごいですね、うん、かわいい、あ、これかわいい、すごい、そうですね、にももう一個骨で見るとすぐに、ちょっと、お、これ、うわ、うわ、出た出た、ヘロキラプトル、これジュラシックパークに出てくる、はいはいはい、素早いと、はい、あ、よく見えるかも、すごいすごい、うわこれすごいわ、めっちゃ走るやつすごい、おお、はいはいはい、おお、すごい、こんな骨格なんだ、尻尾がすごい、ね、あとこちらの、あとハテナボックスですね、これ何ですか、何、こちらが匂いの、匂い、
土見ちゃダメです。あ、じゃあちょっとクイズ、クイズですね。はい、クイズ、はいはい、そうですね、こちらから匂いなんですが、うん、ちょっとこの穴から、うん、じゃあこのクイズみたいな感じで、うん、どんな匂いがするか、うん、嗅ぐってことですか。そうなんです、ちょっと失礼しますね。はい、え匂います。そんな必死でやるやつだこれ。ちょっと薄かったですね。嗅ぎ方が野犬なの。なんだろう、なんですかね、嗅ぎ方がどういうことなの、どういう状況なんだ。何か目に何かの果物、果物、あれそうです、アトリなんかこういう生物なの。スケスケ店にだけ現れる。こういう生物。なんだろう。怖すぎる。鍵して。次回も、秋田オッパ5階の特設会場で開催されている展覧会、スケスケ店からお送りします。